局誰もいないじゃない。怖がって損したわ。だからくっつくだけ無駄だと言っただろう。徹夜明けにはいいお荷物だ。うるさいわね、男でしょ。美女がいたら優しくエスコートしなさいよ。なあ、うすうす思ってたけど、ビッチ先生って、うん、どうする。明日の朝帰るまで時間あるし。くっつけちゃいますか。結局みんなゲスかった。こうして最後の作戦が開始された。